こんばんは、ヤミーズブリーズィーワインです。今日は、ヤーランズの、この間ヤーランズのセブ飲んでるんですよね。の、ヤーランズの今日はロゼを、紹介したいと思います。で、これは2019年新しいで、ほんとね見えないんだよね。これなんかね、ゴールド取ってますね。2020年だから期待できますね。で、ディスクリプションを読みます。まあね、こうヒストリーが書いてあるけど、私はそこには興味がないので置いといて、テイスティングノートだから、そうですね、どんな感じっていうやつですね。で、これはLively aromas of strawberry and cream and lifted berry fruit flavors are complemented by crisp mineral acidity になってるんですよね。だからストロベリー&クリームフレーバーで、ベリーフルーツのフレーバーだから、もうベリーベリーなんですね。で、少し酸味、いい感じのナチュラルな感じのアセディティ、まあ、酸味があるんだよって言ってますね。ということで、早速飲んでみたいと思います。いきます。冷えてます。ガリはありません。じゃあいただきます。ね、ロゼで変な色ってないですからね。まあ、かわいいピンクでよしって感じですね。あ、ストロベリーっていうか、あ、そう、ストロベリー系の匂いする。するする、これ。した、今。もう、食ってここに来た時に。あ、いちごか。すごいな。あ、合ってる。へえ。じゃあ、早速、いただいてみたいと思います。ちょっと、チアーズー。あのね、辛口。最近結構リースリングとかね、あとなんだっけ、ピノグリってちょっと自分で選んだ甘めが多いから、なんか久々のちょっとちゃんと辛い、辛いなのに甘い匂い、ストロベリー。うん、辛口好みの人にはいいかもしれない。個人的好みだとちょっと、そうだな、辛いのと、酸味がちょっと気になるかなねって感じですね。まあ、ちょっとね、甘いの期待したから少しなんか、って感じかな。でも本当にストロベリーだと思います。はい、ということで次おつまみいきますね。おつまみは今日はですね、これカルビーって日本の会社なのだよね、きっと。カルビーってジャポン、まあいいや、まあ、カルビーから出ている、ほらビーノって枝豆のあるじゃないですか。で、日本もこうやって出てんのかな。これね、これは黒豆のベイクトで、サワークリーム&チャイブ味ってやつなんですよ。日本で私がカッコ見たビーノは、普通 の、 塩味でしょ。だそう、こっちにもあるんですけど、塩味のビーノ、なんかこのハーベスト スナックスってやつなんだけど、カルビーのね、で、まあいいや、食べてみますわ。で、あれなんですよ、これね、いろんな種類がね結構出だして、いろんな味、で、私個人的にサワークリーム&チャイブ大好物なんで、何でもだからちょっと買ってみたし、ブラックビーンだからね、なんかちょっと健康に良さそうって感じ。まあね、じゃあ、まあ開けてみました。早速、まあブラックビーン、サワークリームにはスルスル、だからサワークリームチャイブなんだ。へえ、こんな感じね、こんな感じ。ほら、黒いティンティンがある感じ。じゃあいただきます。あ、メガネさんも、美味しい、美味しい。ね、濃い味じゃない。だからね、サワークリームとタイプ、なんかもっとすごいガツンとパンチあるのかなと思って、なんかすごい上品。あ、これ、美味しい。
個人的にはこういうのもっとこうサワークリームバーンって来てもらってもいいけど、うん、ブラックでいいかも。あの歯ごたえとかあって、いいかな、これ、つまみいいな、これ。これいいです。おすすめ。うん。今日は、ドゼイと、この瓶でしたが、こちらもおすすめです。はい。うん。ということで、また次回お会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。甘い方がいいかな、個人的に。